では、握力の釣り合いについて見ていきたいと思います。まずはこの図を見てもらって、A さん、B さんが、ね、紐をお互いこうやってグッグッて引っ張り合って、静止しているっていう状態を考えてください。はい。ということで、F1、F2 っていうのは、釣り合っているよっていうふうに表現することができます。ここに書いてありますね。複数の力が働いて物体が静止しているとき、物体に働く力は釣り合っているという。はい。ということです。で、ちょっと米印で書いてあるんですけども、単元が進んでったときに、実はこれ静止だけじゃないんだっていうのをやります。でも、最初のうちは、もう静止していれば、これは釣り合っているんだ。っていうのをまずは押さえてください。でも、釣り合っているからといって、静止しているとは限らないっていうのがちょっと難しいところですね。なので、釣り合っているっていうことであれば、静止だけではなく、ここに入るのは、等速直線運動も入りますから、なんか必要十分みたいな話ですけどね。ということで、もう一回言うと、静止していれば力は釣り合っている。これは成立します。でも、釣り合っていれば静止しているかっていうと、これは成立しない。ね。必ずしもそうとは言えない。なんでかっていうと、この等速直線運動も入るからです。でも、最初は、静止しているから釣り合っているんだからスタートしますね。はい。ということで、ここに釣り合いの式を書いていきたいと思います。はい。こんな風に F1 と F2 が釣り合ってますよっていう時に、釣り合いの式は、左向きの力イコール右向きの力として、こんな風に書いていきたいと思います。まあ私は基本的に、左向きの力イコール右向きの力、もしくは上向きの力イコール下向きの力と、いうふうに記入するようにしますが、実は教科書っていうのはこういう書き方をしていません。じゃあどういうふうに書いているかっていうと、右向きを正とか適当に置きますね。正と置いたときに、正の向きに F2 が働いていて、負の方向に F1 が働いているから、結局のところ、合力はゼロになってますよっていうふうに、こんな風に書いてあるのが、まあ、教科書の書き方です。まあ、移行すれば同じことは明らかなので、別にどっちでも構わないんですけども、好みによるかなっていう感じがします。はい、じゃあ次行きますね。じゃ釣り合っているっていう時、その2つの力には何が言えるかっていうのを3つでまとめていきたいと思います。釣り合っているというのは、1、互いに逆向き。であり、そして2、これは同じ大きさ。で、3つ目が全然出てこないっていう人多いですね。3つ目。実は中学校の時に、この、丸3をね、導くための実験をやっているはずなんですけども、まあ、言ってもね、やったでしょって言っても、全然覚えてない人結構多いんで、まあ、あまり気にしなくていいですけどね。今から覚え直してください。三つ目は、同一作用線上です。はい。ということで、この図を見てもらってもわかる通り、まずは逆向きであること。そして同じ大きさであること。そして同一作用線上。これで言うと、これですね。二つの力の作用線がこんな風に一致しているということ。この3つを満たしているとき、二力は釣り合っているというふうに表現することができます。はい。では、釣り合いの式を立てていきたいと思います。条件はね、ここら辺に書いてあるので、書いてある文字を使って釣り合いの式を書いていきます。まずは、床の上で静止した物体。あ、静止しているということは釣り合っているんだなっていうふうに考えてもらって、まずこの物体が受ける力は、重力。そして垂直抗力と。ね。さっき練習した通り、力の矢印を書いてください。
で、重力はっていうと、重力の公式前回やりましたよね。mg ってやりました。そして、垂直抗力は、ここに n とするっていう風に書いてあるので、はい、n っていう風に書きます。で、この2つの力が釣り合っているので、上向きの力 n イコール下向きの力重力 mg と。ということで、n イコール mg。これが釣り合いの式になります。はい。同じようにして過去2番行きましょう。過去2番は、糸で吊るされ静止した物体という風になっているので、まずは重力が下向きに mg という風になります。で、糸にくっついてるから、糸からの張力が働きます。t ですね。ということで、上向きの力 t。下向きの力 mg。これが釣り合ってますよっていう意味で t イコール mg が釣り合いの式になります。はい。で、過去3番、バネの上で、まあ、こういう状況もたまにあったりしますね。静止した物体。もう静止って書いてあるから、あ、釣り合ってるんだなって思ってください。まずは延直下向きに、延直下向きに重力 mg という風になります。そして、バネは、この状態の場合、縮んで静止しているはずなので、ね、こう上からこう押されて縮んでる状態。ってことは、伸びようとする方向に弾性力が働くので、上向きの力になります。今、バネの縮みは X っていう風に書いてあるので、バネ定数 K。そして、伸び、ごめんなさい、縮み x を使って kx という風になります。なので、上向きの力が kx、下向きの力が mg という風になって、上向きの力イコール下向きの力で釣り合いの式という風になります。はい。ということで、今回は2力の釣り合いをやっていきました。まあ、メインとしてはね、力の矢印が正確に記入できるかっていうところに焦点を当てたわけですけども、必ず練習をしてから次の回を見てください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。授業の内容は理解できましたか？実際には物理では円周が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いて、それを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。